はい、どうもこんばんは、コージです。ということですね、本日もやっていきたいと思います。今日はですね、まあおそらく年内最後ですかね、12月の30日ということでね、今日が最後になるんですけども、まずですね、皆さん2023年もね、たくさん、大変お世話になりましたと。またですね、ちょっと来年はね、かなり重要な年になってくるので、引き続きですね、ご視聴いただいている方はですね、よろしくお願いしますということでね、年内最後のですね、ちょっと動画をやっていくんですけども、火付神事にあるですね、神と学の戦い、このことについてですね、火付神事が示す真実としてですね、ちょっとやっていきたいと思います。これね、かなり重要なんですよ。本当にこれからの時代にですね、重要なテーマになってくるので、ちょっとね、内容がね、難しいなっていう風な人でもですね、分かりやすくね、説明していこうと思いますんで、この動画をですね、最後まで見ていただければと思います。それからですね、概要欄のね、この下の方にですね、ちょっとここ 2,3 日ぐらいでですね、 T シャツが載っていると思います。これね、僕が今遊びでですね、こう作っている T シャツなんですけども、言霊ベースっていうね、 US エアフォースみたいなね、ものをですね、ちょっとイメージをお借りして今 T シャツをこう作ってるんですけども、どうせだったらですね、そういう T シャツとかもね、こうかっこいい T シャツの方がね、いいかなというふうに思って、まあ、デザインしたものなんですけども、まあ、よかったらですね、チェックお願いしますということで、はい、じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。火付神事にはですね、神と学の戦いが起きるってことが示唆されております。予言されてるんですね。このことについてですね、深く、言霊学的観点を交えてお話をしていきたいと思います。まずですね、神とは何なのかと、ね、神と学ということは、この神の内容を知らないといけないと。で、学の方は皆さんも分かりやすいと思うんですけども、これは学問のことです、科学ですね。じゃあ一方でこの神の方、これが何なのかというところがですね、まずまとまってくれば、皆さんの中でも、あ、そういうことなんだっていうことがですね、分かってくると思うんですね。で、まずですね、神とは何かというとですね、神は言霊を意味します。言霊を意味します。言霊っていうのはですね、精神宇宙の、要するに素粒子のようなですね、まあ、人間の心理的最小単位の、心の働きのことを言います。それをですね、言葉にして噛み合わせる、噛み合わせるの神から来てるんですね、この神というのは。で、量子力学においてもですね、観測するまでっていうものは物質の方向性が決定されないとされております。観測されて決定されるということはですね、その観測されて決定される前っていうものはですね、常に不確定の状態であると。要するにこれを波の性質というふうに言ったりするんですけども、そういうですね、性質を持っていて、まだ不確定であって、観測されて初めて決定されるよということが言えるんですが、これは精神の宇宙として、言霊でもですね、全く同様で、潜在意識っていうふうにね、言ったりしますけども、この潜在意識の中で、その潜在意識上でですね、決定された心の働きによって、初めてその観測が入って、すぐに次元宇宙というもののですね、世界に移行します。で、この次元宇宙っていうのはですね、たびたびこの動画で説明しているんですけども、あいうえおという5つの母音で示される5つの宇宙のことなんですね。この5つのですね、母音の宇宙というのは、それぞれにですね、全く別々の性質を持っていて、全くですね、時系列が変わってきます。時系列というか、時の内容、時間の内容が変わってくるんですね。で、この時間の内容が変わるということは、現象が起きるまでのですね、その工程、どのような現象がそこから起きてくるのかという原理原則が、それぞれ5つの次元によって違うものが出てくるよということなんですよ。で、ちょっとよくわからないなっていう人にはですね、簡単にこれ解釈してもらっても構わないんですけども、要するにですね、次元宇宙から起こってくるこの現象というものは、それぞれ異なるよということだけをまず覚えておいてください。この火付神事の方にはですね、神の通りにすれば、その通りに従えば、うまくいくっていうようなね、こういう神事の内容になってるんですけども、人間のですね、本来の心の方の法則に沿って、その通りとして、心であったり言葉であったり行動っていう、この3つを揃えて行かないといけませんよというふうに書かれております。で、ところがですね、現代の社会っていうのはですね、ここに大きな大きな壁があるんですよ。で、それがですね、今日のテーマにもなっている学問ということの壁がここに存在しております。
で学問っていうのはですね、簡単に言うと正反合っていうね、この三角形をこう形成していくね、思考体系のことを言うんですけども、これは主に、科学的結果がですね、いわゆる現象として起こってくるようなですね、科学的の思考になってるんですね。分かりやすい一例をですね、ちょっと出したいんですけども、それで言うとですね、歴史っていうものがですね、この正反合に当てはまります。どういうことかっていうと、新しいですね、考古学的な発見があるとですね、今までの歴史って間違ってたよねってこう話になるわけじゃないですか。教科書とかでもそうなんですけども、でそういうことになってくると、要するに従来の歴史っていうものをですね、今まで正としていたなんですけども、新しい考古学的発見によってその反の立場になるわけですね。その歴史観間違ってるよと、新しい考古学的な発見によってこうだろうというふうに、ここに二元構造が生まれてですね、その末にそのお互いがですね、合となるべく落ち着くべくですね、新しい終着点というものを探して、そこにですね収束されていくわけですね。でこの新たな発見によってですね、今度新しい今度仮説が立てられていくと、これがね、正反合における科学思考のですね、いわゆる時間の系列というか現象が起こってくる流れなんですね。このですね、要するに科学的思考によって起こってくる、仮説っていうものがですね、実は神と学の戦いのところに関わってくるわけですね。はい、仮説っていうとですね、実際には起こってないものなんですね。実際には起こってないようなことも事実の対象として挙げられていくっていうものが科学です。これこれこういう新しい新説によって、その新説っていう仮の説ですね、仮の説っていうものを立てて、実際には起こってないんだけれども、それが起こってるという体として行っていっちゃうという、これが科学のね、性質なんですね。例えばですけども、従来よりもですね、数千年古い神殿が見つかったっていうことが、例えば考古学的歴史においてあるとします、発見がね。で当然ですけども、そういうふうに考えていくと、従来ね、考えられていたよりも、その数千年前、その以前からですね、要するに宗教的儀式が存在していたっていうことの結論が、新しい新説っていうものがですね、出ていくことになります。でましてやですね、世界中どこを探しても、とりあえず今見つかっている現時点では、ここの神殿というものが一番古いんだっていうことが決定されると、宗教の起こりは要するにここから始まったんだっていうことを定義しちゃうわけですね。こういう考え方がまず学の方なんですよ。ここを覚えておいてください。中国とか韓国とかもですね、今こういうことがですね、この考え方によって日本に対してね、すごいちゃちゃ入れをたくさんしてきてるんですね。例えばその中国とかその韓国とかもですね、この起源はうちにあるんだと、うちの国にあって、それが日本が今使ってるんだとかね、鬼滅の刃とかに出てくる剣とかも、この起源は韓国なんだって言ったり、中国が一番最初の文明の起こりで、その後に二番煎じでね、日本は真似したんだみたいなことをこう発言したりするんですけども、これが今言ったような考え方によって出てくる思考なんですよ。ところがですね、言霊学っていうものはですね、こういう考え方以外にも考え方っていう、その方法があるんだよということを示しております。それがね、神の道に入ってくるわけなんですけども、人間のですね、心の方にあるですね、普遍の真理のね、手順というものがあって、その手順によって見る歴史観というものがあります。これはですね、要するに演繹法的なやり方なんですけども、例えばですね、誰もがですね、全員共通していることっていうものを見つけ出すわけですね。ということは、僕らがですね、一番最初に生まれてきてですね、間もなく何をするのかって言ったらですね、心をね、表現しなきゃいけませんから、その表現をしようとしてですね、言葉を覚え始める。これがですね、全世界全員一緒なんですよ。どこの国も、どこの民族で、どんな環境で生まれ育っても、まず言語的コミュニケーションを取るために、言葉を覚えるということがですね、一番最初なんです ね。ただあーあーあーってこういうふうに言ってたって、何にもコミュニケーションが取れないわけですから、絶対的に人間というのは一番最初に言葉を覚えなければならない。これがですね、まず第一なんですね。ということはですね、一番最初の文明の起こりというのは、言葉とは何なのかと、人間の精神とは何なのかっていうところの研究から絶対的に始まったに違いないということが言えるわけです。その言葉をですね、どのようにまとめてですね、扱っていけばその言葉は伝わるのかっていうものをですね、定義していかないといけないと、これがですね、文明の始めなんですね。真理の歴史という見方をすると、まさにこのことであって、要するに文明の起こりっていうのは、言葉の生成から始まって、その言葉を今度定めてから、
それを見やすいように文字にしたということの順番が出てくるわけですね。これを演繹的に見ていきます。でその文字が形成されてくると、今度はその文字をですね、粘土板の方とかに書き写して、そういったものがですね、要するにクレイタブレットみたいな感じでエジプトとかに残ってるような、ああいう体験になっていくわけですね。あの人間のですね、赤ちゃんもそうですけども、いきなりですね、壺を作ったり、あの縄文土器を作ったりとかね、土偶を作ったりとかね、これってありえないじゃないですか。一番最初に何をするのかって言ったら、誰もが言語コミュニケーションを取ることなんですね。このようにですね、演繹的に当てはめていくっていう、この要するに人間の心のですね、手順、法則に従っていく、これをね、神の道というんですけども、そういうことに従っていくと、実は本当の真実というものがですね、見えてきますよと。さらにそういった流れのもと、考古学的歴史観というものをですね、そこに当てはめていくと、本当にね、このお互いが整合性取れたですね、本当の真の姿が見えてくるよという考え方が、この言霊学というものにあります。科学っていうものは、その先ほど言ったあの仮説っていうものと、あとは考古学的発見というものがね、こういうのを打ち立てていくやり方なんで、考古学的な発見がですね、物質的に発見されない場合はですね、あの歴史に認められないという、こういう性質があるわけですね。認めることができずにですね、あのなかったことにされてしまうということなんですよ。この日本っていうのは、なかったことにされた歴史っていうものがたくさんあります。でも先ほど言った通り、その演繹的に見ていくと、なかったということは絶対にありえないわけですね。例えば日本だってね、あの縄文土器のね、縄文時代の文化があります。でこれはどの文明よりも、あの見つかっているものは古いというふうに、あのこれは証明されているわけですね。にもかかわらず、文明として認められるわけにはいかないということでですね、日本はその四大文明とされているね、文明の中に入ってないんですよ。でこの文明の定義とは何かっていうと、実はそこに文字が関わってくると。文字というものの一番古い発見というものがですね、あのそこで都市国家が形成されて、文字が形成されているっていうところがですね、含まれないと、実は文明の方に認められないんですね。先ほども言いましたけども、文字よりも前にあるもの、それは言葉です。言葉があって文字がある。で文字があって粘土板に書き写す。そっからですね、縄文土器とかの発展になっていくわけです。演繹的に順序を追っていくとね。ということは、日本文化として縄文土器というものが世界で一番古いものが発見されているということはですね、その縄文土器が作られるさらに以前、今から1万5000年以上も前のですね、歴史に遡って、実は文字だったり言葉だったりがあったんだよという、この真実が見えてくるわけです。さらにですね、そのこと、要するに日本っていうのは文字よりも前にある、その言葉とは何かっていうものを定義したんですよっていうふうに書かれているのが、実は古事記の上巻なんですね。古事記ではですね、その文字の作成というものを読物の国にですね、お願いして研究をスタートさせたということが記述されております。でこの読物っていうのは、読みの国のことなんですけども、この読物っていうのは、日本から見て4つの方角の国ということになります。なので、まあ、要するに外国のことなんですけども、スサノオがですね、この日本にね、高天原に、いることができなくなって、物質科学の研究をしたいということで、まあ、読物外国の方にですね、研究をですね、の場所を移してですね、研究しなさいということで、文字の文化がだん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 広まってスタートしてきたと。さらにそこに関わってですね、四大文明とされるその文明が起こってきてるんですよということまで見えるわけですね。つまり何が言いたいのかというと、こういう細かいね、日本の方がすごいんだっていうことをね、ただ単にこう自慢したいんじゃなくて、要するに科学の考え方っていうのは、真の実態の把握にはなりませんよということなんですね。神と学の戦いにおいて、この学というものでは真の実態の把握にはなりませんぞと。文字までが限界なんですよ。文字というものは粘土板に書いたり、羊皮紙に書いたり、あの何らかしらの証拠が残っているから、それが一番古いんだということは言えるんですけれども、でも言葉というものはですね、残りません。物質に見えないものです。なのでそれ以前の話っていうふうになってくると、科学ではお手上げになるわけですね。科学の考え方では真の実態の把握には至らない。こっからがですね、今日の本題なんですよ。神と学の戦いというものはですね、真実をどのように見るのかっていう人間の心眼、心の目に関わるんですね。こっから先ですよ。2024年以降の あのあらゆるですね、この世界に起こっている、自分の目の前に起こっている出来事を、自分の心眼を持って真実を見るということが重要になってくるわけです。先ほど言った通り、現在のこの思考のやり方っていうのは、
その先にある、ね、前提というもの、仮説というものというものをですね、先に立てちゃうっていうやり方なんですよ。戦争があるかもしれない、大地震が何月何日に来るかもしれない、経済が何月何日に破綻するかもしれないっていう、これ全部仮説なんですね。あるっていうものを前提にしている、こういうのがあるんだっていうものを前提としている、これ前の動画でもやりましたけれども、そういうことをですね、考えている思考のことを、学の方に分類されます。こういうのはですね、全部仮説であって真実を述べているわけではないんですね。ここが重要なポイントなんですよ。一方でじゃあ日本的やり方、その神のやり方っていうのは何なのかっていうと、先ほど説明した演繹的なやり方なんですね。演繹的なやり方っていうことはですね、物事を後から結果的な役割を持たせるってことなんですね。ここめちゃくちゃ重要なんですよ。もう一回聞いてください。最初の仮説を立てるというのが科学のやり方、仮説を立てたり何かを打ち立てたりするっていうことが科学のやり方でも、演繹というものはですね、絶対に間違っちゃいけないので、演繹というのは後から役割を持たせるやり方なんですね。ここの違いなんですよ。どういうことか説明します。政治にしても何にしてもですね、そうですけども、今のやり方というのは最初にこと上げをしちゃうんですよ。だから誰一人置いていかない SDGs みたいなね、まあ、これあんまり言うと消されちゃうんであれなんですけども、まあ、そういうことあげをするじゃないですか。誰一人置いていかないっていうふうに言うじゃないですか。でも実際蓋開けてみたらどうですか、ね、誰一人本当に置いていっていないのかということになるわけですよ。今の科学のやり方っていうのは、そのこれまだ何にも起こってないのに、最初に自分たちの説みたいなものを、仮説を立てちゃうんですね。誰一人置いていかないやり方をやるぞみたいなね、そういう政策をするんだってことを最初に掲げるんですけども、でも実際に起こってる内容ってそうじゃないですよねっていうふうに見ていくのが演繹的なやり方なんですよ。神のやり方っていうのは、実際の真実実相の方を見て言葉を載せるというやり方なんですね。格差がより一層開いちゃってね、人を置いてけぼりにしてるよっていうこの現状を見て、そこに言葉を載せる。ですから間違いがないわけです。例えば子供にですね、天才という名前をつけます。でそれっていうのは、天才になってほしいっていう願いを持って、最初にその仮説を持って、こいつは天才になるんだっていう仮説を持ってですね、つけた名前ですよね。でもじゃあ実際にこの子供が将来においてですね、天才になるかどうかって、これ別の話じゃないですか。下手したら犯罪者になって捕まってる可能性すらもあるわけですね。これがですね、いわゆる科学的な思考のやり方なんです。最初の前提を持って、こいつはこうなんだっていう、天才なんだっていうようなことをですね、最初に掲げて、天才になるために生まれてきた男なんだみたいなね、感じで天才っていう名前をつけて、生きることになる。そこに言葉を持たせることになるわけですね。ところがこの神のやり方っていうのはそうじゃない、後からつけるんです。実際にその人の行動、人生観を見て、何を成し遂げた人なのかっていうところを見て、後から名前をつける。ですから間違いが絶対にないということなんですね。認識に間違いがなくなるということですね。だから今の現在というのは、最初に仮説を立てたり、こういうことがあるぞ、あるかもしれないぞというこの前提が先走って世界の情報を巡っちゃうから、みんな混乱するんですよ。怒ってないのに、え、怒るのみたいな感じになっちゃうわけですね。でも後から名付けるということは、実際に怒ったところに言葉をつけるわけですから、みんな迷いがないんですよ。混乱が起きないということになるわけですね。だから天才という名前をつけて一人走りさせてもですね、その人が本当に天才になるかどうかって絶対分かんないじゃないですか。でも後から、あ、この人はこういうのやり遂げたから、この人は天才って言えるよねということで、天才というふうに名付けたら、みんな満場一致して、そうだねというふうになるわけですね。だから最初にその真実実相が起こってないのに、言葉だけが先走ってしまうから、みんな混乱しているということになるわけです。科学っていうのはその反対で、憶測と仮説によってあるとかないとかっていうものを最初に前提としちゃって、前もってですね、真実には起こっていないということの事実をね、仮に立ててしまって、それをですね、現実の世界に本当かのように当て込んでしまっているっていうやり方なんですよ。でこれだとですね、今後の地球はうまくいきません。絶対にうまくいかないんですよ。神と学の戦い、絶対にこれだとうまくいかないと。例えばね、ものすごく SDGs に協力している会社がですね、質の高い太陽ソーラーパネルをですね、用意しましたと。でもこの人たちがですね、山を削ってしまってね、
その削ったところにソーラーパネルをねバーッとこう立てると、まあ、今のね阿蘇山とか周辺とかもそうですけども、でもその会社がですねいくら SDGs のバッジを持っていてね、そのキャッチフレーズとして私たちは自然環境に対して配慮する会社ですってことを宣言していたとしてもですね、これは全くもって真実実相は違いますよということになってくるわけです。その会社は自然の破壊をしている会社であって自分勝手極まりない会社なんだっていうことがですね、後から刻印が押されると。これはですね、聖書に書かれている最後の審判に関わってくるんですね。これから先の社会というものはですね、この真実実相をですねものすごく冷めた目で見る人間たちがですね増えてきて、そこに対して刻印が押されていく社会なんですよ。ここをですね2024年以降から絶対的に気をつけてほしいので、今日は2023年の締めくくりとしてですね最後にふさわしい動画かなと思ってですねこの動画を選びました。ということで本日はですね以上になります。今年もねたくさんお世話になりました。また来年からですねいろいろな重要なねお話をしていきたいと思いますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、皆さん良いお年を。バイ。